2009年イギリス GPS テベティトラバトはスペインバルセロナ出身のオートバイレーサー。2011年よりロードレース世界選手権元2クラスに参戦。2014年元2クラスチャンピオン。2002年ラバトは12歳の時にレーシングカートからオートバイレースに転向。その後スペインロードレース選手権を経て2006年の第9戦ダッチ TT から ロードレース世界選手権 125cc クラスに本格参戦を開始した。BQR ホンダチームのアレックス・エスパルガロがシーズン途中に 250cc クラスにステップアップしたことからその後継として得たシートだった。この年ラバトは11戦に出場しシリーズランキング23位の成績を残した。二千七年シーズンはアルベルト・プーチヒキール・レプソル・ホンダ二十五 CC チームに移籍し、ブラッドリー・スミスのチームメイトとして初のフルシーズンを戦った。第4戦中国 GP で自身初表彰台となる3位を獲得し、シリーズランキングでは11位を記録した。2008年、レプソルチームはマシンを KTM に変更。ラバトは新たにマルク・マルケスをチームメイトに迎えシーズンを戦ったが、表彰台の獲得は叶わずに、 シリーズ14位と成績を落とした。翌2009年シーズンは、古巣の BQR チームに戻り、スコットレティングをチームメイトに、アプリリアのファクトリーマシーン RSA125 を買ったが、最高位は7位に止まりシリーズ18位に沈んだ。2010年、BQR125cc チームは、ラバト1台のみの参戦となったが、第2戦スペイン GP では2007年以来となる3位。 表彰台を獲得した。第10戦チェコ GP でも3位獲得、それ以外のレースも3戦のリタイヤを除いて、すべて7位以上でフィニッシュする安定した成績を残し、年間ランキング6位を記録した。2011年もラバートはチームに残留するが、中量級、元2クラスにステップアップし、4人エルナンデスのチームメイトを務めることとなった。2021年は、 プラマックレーシングの契約を途中破棄され、スーパーバイク世界選手権に転身したが、第3戦ポルトガル GP のフリー走行で転倒を、必死負傷したホルヘマルティンの代役として、チームに復帰する。ありがとうございます。